崎サバリエレラのおちゃんです。お元気ですか？今日はですね、ウエストコーストジャズをお届けしますけれども、こちらになります。こちらのアルバムで、今日はですね、ウエストコーストのサックス奏者といえば、アートペッパーなんですけども、まあ並び小世代ぐらいのバドシャンクという奏者がいますね。バドシャンク、アルトも吹きますし、フルートもやりますし、割とマルチな人ですね、マルチ奏者ですね。それでこの中ではテナーも吹いてますし、バリトンも吹いてます。それで今日お届けするこのバドシャンクなんですけれども、特にこのアルバム名がないんですね。これはですね、昼のイメージと夜のこのハリウッドボールですね、昼の風景、同じ夜のということで、こういう構成になります。それで A 面と B 面、 A 面はですね、このショーティー・ロジャース、ウエストコーストの、ジェリー・マイルガンとショーティー・ロジャースのありましたですね、有名な、ウエストコーストの、なんて言いますかね、東海岸というところのマイルズたちがやってるところの、その、なんて言いますか、ウエストコースト版みたいな形ですね。ショーティー・ロジャースは中心人物でありました。それで、A 面は、ショーティー・ロジャース、トランペットなんですけれども、それから他のリズムセクションも違います。それで、B 面はですね、A 面はアルトを吹いてるんですけど、これ B 面はですね、ビル・パーキンス、テナーサックス奏者。ビル・パーキンスも、テナーも吹きますけれども、フルートもやります。ウエストコースの人たちは、スタジオミュージシャンもやったりとかですね、ハリウッドですので、映画の音楽とかですね、そういったこともやってますので、譜面が読めたりとかですね、アレンジが凝っていたりですね、非常にその優れた人が多いですね。それでリズムセクションも A 面とまた違うリズムセクション、こちらはハンプトン・フォーズ、レイド・ミッチェル、メル・ルースというリズムセクションです。で今日お届けするのはですね、こちらの B 面の方をお届けするんですけども、その中で、アッシナ・キス・アン・エンジェルという曲なんですけども、ブロードウェイ・ミュージカルの曲なんですけれども、それをお聴かせしますけれども、そこでバルシャンコがいろいろ持ち帰るんですね。テナフィーいろいろ吹き返す、フルート。から、ビル・パーキンスも、そうですね、持ち帰ったりして、やります。非常に美しいです。特にビニールです。失礼します。はい。では、お届けします。お待ちください。